皆さんこんにちは。今日は富山の友達から届いたます寿司を紹介します。木製のわっぱに笹を引き、酢飯とますを詰め、おもしを乗せて作る押し寿司の一種。付属のナイフで切り分けます。厚みで美味しそう。それではいただきます。まろやかな酸味でうまっ。脂が乗ってるのにさっぱり食べやすい。美味しくておかわり。生姜が入っていい感じ。ご視聴ありがとうございました。